こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。本日のお通しも行きましょう。キッチン工事完了したら必ずこれをこのテーマでスタートです。いつものように LINE 公式まるこちゃんよりいただきました。山さん、こんにちは。築21年のマンションをキッチンリフォーム無事に完了しました。おめでとうございます。ずっとずっと、えー、続けてます、このシリーズ。築21年。 ビフォーキッチンはこちらマンションキッチンですよね。そして完成トレーシア30年使ってもまだ綺麗に使いたい。だからこのホーローキッチン選んだということでした。パネルは奥まで実際にこの奥行きのところもっと見えないところ冷蔵庫奥奥奥 こちらの方全部張り伸ばして2色使い。わかりますかね色のところ。ちょっとモザイクのこのベージュかかったものとその奥の部分からまた白で貼っている。だからどっちを選ぼうか迷うからもう2色違った。えー、なかなか面白いキッチンパネルの貼り方です。 コーキング、固まるまで、養生テープ。あのグリーンの、まあ、24時間、こちらの方は貼っておいて、触らないようにしてくださいね、ということだったそうです。トイレもリフォーム。きっかけはですね、もともと昨年末、コンロとフードを交換。こちらの方を、まあ、したことをきっかけにですね、うーん、どうもトイレも動いてると調子悪くなった。そんな内容だったそうですね。まず工事初日、こんなスタートで始まりました。 床の養生。こういう風にされてますね。さらには、マンション、共用、廊下。あー、これ、大変なんですよね。この養生。長い。エレベーター内もしっかり養生されていましたね。解体作業、午前中進みまして。そして、前回の動画で、こちら、現場初日、ここ大事。こちらの方をお届けしました。まだ見てない方、ぜひチェックしてみてください。で、LINE 公式続きます。 午前中のキッチン解体ありましたね。そして、搬出作業の後、午後からは水道設備の配管工事をされていました。こんな感じです。いいですね。いろいろレポートいただいて。こういった形で解体した後のこの配管、給水、給湯管、そしてその食洗機、すべてこういった配管が午後からされたそうです。 で、なんかいろいろちょっと書いてありますね。壁のボード。これもどんな現場でも大体こういうふうにメモを書くんですけど、いわゆる、これですと解体終わった後に、おそらくボードからボード、この内寸どれぐらいありますかということで、寸法を測って、忘れると開いんでパーっと、2445という形で書いた。で、ここにキッチンバネの貼っていって、そしてキッチン置く。そうするとクリアがいくら、コーキング部分がいくらという形で、その寸法を確認のため、こういった形、現場で、 墨出しなんかもしていくんですよね。この配管の位置が。どれぐらいの配管の、食洗器はここの配管に。で、現在はですね、給水給湯管。これ、昔は交換、鉄管使われてましたが、鞘管と呼ばれるもの。この中はですね、合成の樹脂管なんですよ。そうすると、継ぎ目なくこう、ずっといける。で、ただ樹脂管って弱いじゃないですか。交換とかだと蒸しき出しになってる。で、この白とかオレンジにあるの、この、まあ、刀の鞘と一緒。それを保護するための、 えー、缶が入ってるので、さや缶というふうに呼ばれます。もうですから、あ、や缶でちゃんと繋ぐんですね、なんて、下かぶり人はなんで奥さん知ってるんですかってなりますね。ということで、現在は、こういう昔の交換じゃなくて、さや缶になります。これ、なぜかっていうのは後でもう一回やりますね。以前はこ、この交換、腐食するんですよ。で、次部分から漏水する。 ですから、山さんいつも思うんですけど、これ見たときはですね、やっぱりある程度もう根元からこう、配管どこまでやるかっていうジャッジしながら、やっぱりこう、屋内配管をしっかりと、専用部、あなたの住んでいるところになりますから、マンションであれば。それから、戸建てであれば比較的簡単ですから、これしっかり直していく。お金かかりますけど、これずっと放置していっても全然いいことないかと思います。ということで、この最悪のメリットは、まず、 保温効果。当たりますね。こういう鞘があるんで。それから結露も防止します。施工性もいい。継手があると継手の部分で漏水するんですよ。ということで、そういったものが一体成形になって漏水しづらくなった。なので、もう今はどの現場もこういった樹脂配管。そして、え、青色とピンクの部分。それで水とお湯。こういった鞘管で接続をしております。 で、こちらでしたよね。配管位置、こういった住み出し、これだとちょっと見づらいかもしれませんが、食洗の配管とか食洗機の排水とか、あと電源コードとか、そういったものが出てきています。いいですね。お昼す、えー、お昼過ぎに年配の方が来られて30分ほど相談が始まっていました。何かあったのと、ヒヤヒヤしましたが、何もなく大丈夫だった。 ということで、ほっとしました。これはあるあるなんですよね。もう現場の乗り込みもそうですね。職人さんは初めて見る。そして現場担当者、営業マンはそちらの方、下に終わってるということで、で、ここがこれで、え、ここどうすんのそれできないんじゃないとか。もうまず、こう、すぐそういう、こう、なんていうんですけど相談みたいなところ。で、場合によっても、お客さんのいる前でやってしまうと、そわそわするんですよね。でも、こういった打ち合わせ。常にリフォームって新築と違って、今あるものを解体して、今あるところからどう作って いうかですから収まりとか段取りとか確認をして進むわけですよ。でそんな時に人間ですからチェックチェックチェックがあるねそれ大丈夫あれ大丈夫これ大丈夫ということでお互いに言葉のやり取りそれからコミュニケーションを取ってるんですがその姿を見てると相談何か問題あった大丈夫うち何かあるのなんてことを皆さん結構思われる方多いので。 まあ、ある意味、リフォーム会社さんとか、そう、明るく楽しく喋ってる、いいんですか、職人さん、場合によっては、もう常に心配性の方がいらっしゃって。で、常に、え、これ違うんじゃないえ、これ大丈夫なで、ここ、ここですよ。あ、そっか。これは、大丈夫。 え、でもこれってこうじゃないのここここあ,るあ、そういうことね。みたいな感じで、その会話のやりとりをプロ同士が見てるとお客さん心配されるケースありますが、そういったものでリフォーム会社と、えー、実際に仕事が進んでいってるということで確認して進みます。基本的にはその相談、あなたの現場、えー、通常通りだと思っていいかと思います。ということで、初日が無事に完了。工事の方も、 帰って、落ち着いたらで、ね、パスタでも作って食べようかと思ったら、なんと事件です。どうしたんですかそうやった。キッチンはないんやった。ないんかい。という形で、マルコちゃん、えー、さすが関西なんで、えー、いい突っ込み、ボケなのかどっちかわかんないですか。こんな形で、初日終わりました。ダクトもできてますよね。そして、えー、上のところ、下地のボード、えー、新しくコンパネが貼られてます。で、ちょうど照明の、えー、こういった配線、えー、F ケーブルが出ていると。 ということですねどうでしょうか9回ということでパスタはどうなったんでしょうかポイント食事の計画を立てておきましょう。 山さんもですね、自分じゃないんですけど、ある、まあ自分の部下なんかが、いやちょっとこれ大変なことだ。どうしたんですか今日キッチン外してですね、じゃあこれでって言ったら、え、今日キッチンないのご飯食べれないじゃんって、その年配の方に言われました。という、まあ、どういう形でキッチンなくなることを想定していなかったのかなということで、まあ工程表もお渡ししてるんですが、やはりその辺の、えー、頭から外れてたということで、朝、昼、夜。 何日間の工程で、えー、食事はどうなるかなこの辺は抑えておく、立てておく必要かと思います。デイ2、2日目ですね。明日は大工さんが来て残りのタリル剥がして下地作り。左の壁ちょっと残ってましたね、さっき見てたえー、3日目、宝さんが来てそのいよいよキッチンを取り付け。4日目、最良のレンジフードコンロを復旧します。このレンジフードコンロは冒頭お話ししたように故障して 昨年末、えー、そちらの方は、えー、新しいものされてますね。この度流用することによって、こちらを外して、そして再度取り付けるっていう作業が4日目にある。この再利用のレンジフード、コンロは現場のリフォーム会社さんがされるんでしょうね。で、キッチンの取り付け、これは自社商品ということで、タカラの方が施工をするという形で分業になっている。そういった形で工程が組まれています。本日、リフォーム工事中は、 隣の部屋で待機していました。スマホや読書していましたが、なかなか退屈です。ワンちゃん、犬がいるので、離れた部屋にも行けないので、まあ動きづらいんですね。なかなか大変ですね。明日はこっそりお昼寝でもできる資格でも探してみようかと。 思います。また、レポートしますね。そう。本当にこれ、リフォームをするときに、まあ、キッチンだけだったら、まだしも、まあ、フルリフォームなんかで、こう、一部屋いると、なかなかこう、ずっとずっと、呼ばれたときにすぐ行ける。え、いいんですよね。で、戸建てとかだったら、2階とかに避難して行けるんですが、マンションの場合は、なり分、ワンフロアですよね。この辺、ちょっとこう、疲れるかな。お水飲みたい、トイレ行きたい、工事業者さん、人がいる。やっぱり気遣いする。それも非常に山さん、わかります。ポイント。 家の中での待機、結構暇ですよ。えー、外出も基本的には OK です。ただ、やはりこれ外出注意も必要でしてね。やっぱり、こちら、戻り時間明確にしておいてもらった方が、私が戻ったらですね、えー、職人の方から、やっぱりちょっと奥様出られても、え、どうしたのえー、ちょっと、あの、戻ってこないんですけど、山崎さんどうしましょうみたいな。えー、みたいな感じで、ピーポーパーポー,ポーって言うの。 あの、電話繋がらないっていうことがあって。いやー、ついついちょっと電話オフにしてましたとかですね。鍵を、えー、渡してないので、この鍵、じゃあ鍵閉めて、中にポスト入れておきますけど、あ、鍵私が持ってる。もういろんなことがあるわけですね。ということで、戻り時間、鍵を渡していく、テルが繋がること、この辺大切にしておいてください。で、結構早く終わったりしますけど、え、夕方5時って聞いてたから、と思って、5時に戻ったらもう職人終わって、4時ぐらいでずっと1時間ぐらい待機、なんてこともあります。 ま、電話つながればいいんですけどね。4日目終了。トレーシアちゃんどうなったんでしょうかなんか4日目入っても連絡がないということで心配をしておりました。山田さん、おはようございます。おはようございます。昨日午後の7時にキッチンリフォーム終了しましたね。なかなか夜遅くまで最後までありましたね。バタバタだったんですね。喜びというより今はリフォーム工事の 疲れが大きいです。いや、そうでしょう。結構皆さん4日目まわ4日目ご飯できるわねって言いますけど、いやいや、そんなことないんですよね。4日間連続で家の中に工事の方がいらっしゃるというだけでも、私何も動いていないのに、そうですね、動いてる職人さんですからね、案外気づかれはするんだと知りました。そうですね。まあ、リフォーム前の ま、準備も疲れますから、リフォーム中も、やっぱり気づかれはされると思います。そして、こちらが念願のキッチントレーシアちゃん、ドントレーシアさん、お、深型食洗機、いいですね。パネルは2色使い、奥の壁まで張り伸ばし、そしてコーキング、固まるまで、えー、養生テープ24時間でしたね。引き出しへの整理、コーキングは固まるまで、まだ少ししか片付けられない。ポイント、 キッチン完成し、コーキング固まるまで触らない。ここ、大きなポイントになります。山さんの動画で、老朽化した水道の鉄粉、もらいサビの話、リフォーム工事後に水仙から出てくる話を見ました。ありがとうございます。これとっても重要なんですよ。山さん、何回もありましてね。要は、シンクのところ、普通だったら綺麗なお水じゃないんですか。で、 リフォーム後ってもともと一回水をこう止める断水しますよね。そうすると内壁とかにもともとの圧がずっとかかってて止まってたものが。 弱まって、ボーンとすると内壁の鉄粉とかそういったものをボーンと排出されます。これがシンク、ステンレスと鉄粉ということで、異金属の電位差によって錆びる。これがもらい錆び。よくですね、フォークとかスプーンとか缶詰を置いてて、らい錆びになる。これ少ないです、山さんの経験は。ほとんどこのリフォーム後すぐ、この鉄粉が中に広まって、らい錆びになる。それ以外は塩素系ハイターとかそういったもの、塩素系ヌメリトリ剤入れてて錆びるとなりますが、多くの今は このリフォーム後の鉄粉。これ重要なんです。一週間ぐらい出続けるんですよね。以前の動画で山さんクリーナップ口コミっていう形でこちらの方、とうとうクリーナップリフォームして、この分かった5つのこと。この中でも同じ内容解説しています。ちょっとおさらいです。この方ですね、クリーナップの浄水器迷った お湯は沸かすからオッケーって言ってるんですけど、山さん的な、いや、リフォームの場合は、特に蓄電数古い場合は、浄水器つけた方がいいですよ。で、なぜなら、これ宝なんですけど、10日間は、まあ、廃管から鉄粉出やすいということで、こんな、もらいサビについて解説してくれてます。赤茶色、もらいサビになりますよね、シンクのところ。で、水道水に含まれる鉄粉のサビが付着したものとしか書いてないんです。その内容が、さっき山さんが、えー、説明した、 このリフォーム後の鉄粉がポーンと出て、ステンレスと鉄粉の異金属の電位差によって、10日間は特に手すい状態。だからその時ってね、やっぱりこういった、あの、鉄粉出てくるの、やっぱり飲みたくない。現在は先ほど冒頭お話したように、塩味管、鞘管ですから、こういったところは少なくなってますよね。ただ鉄のこの水道管、15年、25年で劣化するので、こういったことが発生する。で、劣化した鉄に水と空気が触れると赤サビが発生する。これが赤サビの原因。 で、地区30年以上の小建てマンション、どんどん今リフォームされてるじゃないですか。もう給水管こんな状態になってますよ。配管のとこ、ろ今みたいな理由で。塩素があることによって、鉄、こちらの方が錆びるということになってきてるんですね。で、まあ、一週間は浄水の水で調理することは山さんは避けた方がいいと思いますし、シンクももらい錆びに注意して、なんかシンクに汚れないかな。できれば最後シンク使った後は、シンクを洗剤で洗うっていうことも、なんかシンクのその、 えーまあ、じ、なんていうんですかね、汚れっていうこともあるんですけれども、それよりもむしろ、山さんは浄水で洗い流してもらうことが、と、まあ、一週間は必要じゃないかなと思いますね。我が家は築21年のマンションなので、水仙は3年前にリニューアルしました。 いいですね。ということで、解説のあったストレーナー、そう、こう、アニメになってるとこ、これ大きなゴミを水道水からやってきますよね。そこ止めてくれるんですけど、そのストレーナー、目詰まりとかしてゴミとか詰まってないか、掃除してみました。これ外すの結構コツいりますね。ストレーナー、うわ、汚いっていうふうに言われてる。まあ、これは鉄粉なのか、カビなのか、まあ、使って2、3年ですよね。 で、この外し方、取り扱い説明書に外し方書いてますので、リフォームしてすぐなのに、そうですよ。リフォームして最初の1週間以内が一番出ますからね。だから、センターのところのストレーナー外したり、この浄水器だったら、このストレーナーの外し方、お掃除の仕方、ぜひこれはですね、こう、リフォーム、いろんな取説ありますけど、これを山田さんは一番最初にチェックしてほしいということです。綺麗になりました。おめでとうございます。やっぱりこれですよ。これが大切だということですね。 念のため、当分は野菜を洗うのも上手に切り替えてしようかと思いました。その通りだと思います。リフォーム後の鉄粉対策、注意が必要です。えー、もうこれを伝えたい、えー。まだまだ広まってませんがね。それとですね、山さんがマンションは高圧洗浄排水口ね、するので、配管は直管が標準になっている。リフォーム後にたまに柔らかになっているんで、この問題も解説されている動画を見ました。素晴らしい。 そのえー、念のため、我が家の工事も終わり、シンク下の排水管を見てみました。まあ、チェックは必要ですね。これははい。これはちょっと待ってください、マルコじゃん。これ。思いっきり、蛇腹感でした。いやいや、そうですね。蛇腹感ですね、見事に。これ。マンションの高圧洗浄がこれだとできない。次回へ続く。いや、どうなるんでしょうか。本日のまとめです。 一つ目、打ち合わせに一気中しないでください。まあ、何か問題あったらちゃんと言われますよね。こう、打ち合わせしてる雰囲気だけ見てドキドキしました。ヒヤッとしました。こんな方多いんですけれどね。で、職人さん言ったって、ちょっと、なんか問題あったのって結構何回も言われます。話をして決めていかないといけない。打ち合わせをして、とりあえず、ー、その辺細かく図面の この書いてる意味も説明しないといけないっていうことです。二つ目、食事の計画も大切に、これ朝、昼、夜どうするのかっていうことですね。三つ目、コーキング、24時間触らないでください。あの緑の養生いいですね。山さんはこう、引き渡しして、ちょっと、24時間触らないでくださいね。水かかって、水は使えますよ。水かかったとしても、拭かないでくださいって言ってたんですけど。で、車乗って引き渡しを持って、と思ったら、電話直す。どうしたのすいません。はい。 コーキング、触っちゃいました。ええー、そうなんです。触らないでというと、触りたくなるのが心情ということで、柔らかい。もう固まったかなって触ったりする人もいるみたいなんで、こちらの方は24時間触らない。絶対に NG です。4つ目、リフォーム後の鉄粉対策。こちらはですね、やっぱりですね、この鉄粉が出てくるっていうことを知ってるか知らないか、これ大きなポイントですよね。最後、マンションは直感接続です。ということで、じゃばら感で、 もうマンション出来上がった時は直感なのにリフォームして新しくなったら、じ、え、腹、ー、こんなこともないように注意してみてください。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。えー、ぜひ山さんと友達になって、えー、コメントスタンプくださいね。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。次の動画もお楽しみに。